ございます。無限イメージです。今日はですね、唐沢カールと奥穂高岳を、登頂しようと思いまして、今上高地バスターミナル着きました。深夜便で来ましたので今、5時半ぐらいになります。かなり早朝ですね。かなり朝早いんですが、すごい人はもう今たくさんいます。皆さん多分唐沢カール目当てなんじゃないかと思います。これから出発していきたいと思います。では行ってきます。いらっしゃい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すぐにカッパ橋に到着しましたね。非常に、川の水も澄んでいてとても綺麗です。ここに説明の、プレートがありますね。今明神館に向けてひたすら平坦な道を歩いてます。今回の予定はですね、2泊3日の予定に、なってるんですが、まず1日目今日ですね、今日は、唐沢カールまで登ってそこで、宿泊とで、明日の天気次第で、どうするかちょっと変えようと思ってるんですけど、天気が良ければ、奥穂まで2日目に登って唐沢に戻ってきて泊まって、3日目下山すると。で、明日の、月曜日の天気が悪ければ、そのまま2日目に、下山するかもしれないと、そういうような、フレキシブルな工程で今行こうと思ってます。ひたすらこんな感じの平坦な道が続いてます。変わり映えない道です。隣に綺麗な川が流れてますね。ちょっと景色が良くなってきました。あ、非常に綺麗に朝焼けで照らされてますね。何岳だろう、とても綺麗ですね。目の前はすごい綺麗な川が流れてます、はい、今は6時30分ですね。明神館に到着しました。45分ぐらいです。昨日ですね、今回の登山の、荷物ですね、ブッキングする様子をですね、ちょっとまとめてみました。その荷物を今日、背負ってきてます。ザックが 17.5 キロぐらいで、こちらのサブの、肩掛けのカバン、それミラーレスカメラなどが入ってるんですけど、これが 2.5 キロぐらいあって、両方合計でだいたい20キロぐらいあります。道が平坦なので、まだまだ全然苦にならないですけど、唐沢の、手前ぐらいからですね、
ちょっときつくなるかなという気がしてます。ぜひですね、そのパッキングの、様子もですね、別の動画でまとめてますので、もしよかったらちょっと見てみてください。こちらこんな感じで単調で平坦な道が続いてますね。長いです。はい、こちらが徳沢のキャンプ場ですね。すごい大盛況ですね。たくさんテントが張ってます。すごい数ですね。下から横の間のあたりですね。こんな感じ。はい、今横に着きました。時間は8時半ですね。出発して2時間45分ぐらいですね。横を過ぎてから一気に人がすごい減っちゃいましたね。下山してくる人はたくさんいるんですけど、登る唐沢の方に登る方はすごい少ないですね。奥方唐沢方面あんま行かないですかね。みんな槍ヶ岳に行くのかな。ちょっと登る方がめっきり減って心配してます。ちょっと道が狭くなりましたね。すれ違うのが結構大変なぐらい。やっと一人ずつ、すれ違えるぐらいの幅ですね。屏風湯は見えてきましたね。すごい大きいですね。かなり狭くて、すれ違うの大変ですね。ここありがとうございます。今本屋橋に着きました。9時42分ですね。出発から、4時間経過しました。4時間です。かなりの人が休んでますね。すごいたくさんいます。屏風岩がすごい大迫力で見えますね。めちゃくちゃ広がって見えます。